ある日、私はいつものように道を歩いていましたで。その時に偶然に出会ったある親子の話が気になりました。息子がお母さんに対して、 ママ、見て、かっこいい洋服でしょって言って自慢をしたんです。それを聞いたお母さんは、本当だ、韓国人みたいと言って褒めました。それを聞いた私は、私のファッションセンスというのは、おそらく皆さんの自宅の猫とか犬よりファッションセンスが悪いと思いますが、それを聞いた私は、なぜかしら自分自身が恥ずかしくなって、その場から逃げ出しました。えー ええと、まあ、一旦、まあ、皆さんもわかると思いますが、最近の日本って、韓国人に対するイメージはかなりポジティブですよね。えー、その影響で。 私みたいな被害者も増えているような感じですが、じゃあ今日はこの韓国人のイケメンたちのお話をしてみたいと思います。じゃあ一旦まず、まあ今日はいろんなイケメンがありますが、えー、ドラマに主に出演したイケメンたちを見て、えー、韓国の歴史の流れとイケメンの変化というのをちょっと皆さんに紹介してみたいと思います。 じゃあ、一旦、1950年から53年の韓国の話をしますと、この時は、韓国戦争。皆さんは朝鮮戦争と言いますが、韓国では韓国戦争と言っている戦争が起きてしまい、3年間、この時は、イケメンなど気にする余裕がない状況でしたね。全国党が全部破壊されて何も残らないという感じでした。 で、その世代たちが大きくなった1970年代から80年代。じゃあ、この時は発展ブームと言えるんです。えー、この時の国会記事と、で、皆さんカロスキルってご存知ですか韓国で有名な観光地ですが、それがこんな感じ。そして、今、大きい運動場があるイチャムシルもこんな感じでした。まさに何もない感じですよね。 つまり戦争によってほとんどなくなったんですけどで、この時の日本の写真と比べてみたら明らかに日韓の違いがわかりますよね。日本は昔からすごい国だったと思います。じゃあそれで1970年代から80年代はテレビが本格的に登場した時期にもなります。えー、サムスンがここからテレビを作り始めますが、 サザエさんに見れるようなテレビがこの時から流行って、本格的な補給されたということなので、この時からドラマが登場することになります。有名なドラマとか結構ありますが、こうやって昔のドラマ見てみたら、皆さんが大好きなイースンジェイさんの昔の様子も見ることができますよね。 じゃあ、とにかく、発展ブームの時代だったので、この時のイケメンは、パクニョンさんとか、いろんな韓国ドラマで、ザイバスとか、お父さん役で有名でしょ。ノウ・ジュヨンさんとか、えーまあ、時代劇好きな方は誰でもしてると思う、ユウ・ドン・グンさんなどが、この時、イケメンと呼ばれていました。じゃあ、皆さん、写真を見たらわかると思いますが、どっちかといったら、かなり男らしさをアピールするような人たちが人気だったんです。 発展ブームそこで伴う建設ブームつまりタフで強い男が人気だった時代ですでその80年代の末になりますとなんと韓国がなんとか発展してオリンピックを開催することになりますそれが1988年ですがこれを境に韓国は変わります世界で韓国という名前を知らせることになり 1990年からは経済発展の時代になります。じゃあ、先ほど言った写真ですが、国会記事堂がこんな感じで、で、審査堂がこんな感じで、チャムシルがこんな感じで、もちろん1990年の写真ではないけれども、こんな感じで発展していきます。 で、この時の一番ポイントと言ったら、もうテレビはすでに補給されているので、パソコンが登場するということですよね。一旦、まず、各地域には PC 版というネットカフェが世界初登場することになり、各学校でもパソコンを投入して、生徒たちに本格的にパソコンスキルを教えることになります。えー、つまり、それに従ってゲームとかネットが大人気になって、 今、日本の方が持っているイメージだと思いますが、デジタル韓国がここから始まります。ただ、その一方、1997年はあまりにも経済の成長が早かったんでしょうか、倒産することにもなります。国家が倒産しました。 この時私は中学校3年生ぐらいだったんですけれども、この時に全国民がお家にあるゴールド、つまり金を集めて、それでドルを返すということで、まあ、これが本当に経済的な効果があるかどうかは、私は経済専門家じゃないのでよく言えないけれども、当時の雰囲気を見てみたら、全国民が国を助けようと頑張ってたんですよね。ちなみにうちのお母さんの結婚指輪もこの時に国に出しましたね。まあとにかく 奇跡的に克服することになります。 じゃあ、とにかく、倒産はしたんですけれども、1990年は日本のバブルぐらいではないけれど、韓国の経済発展の時期でした。じゃあ、この前期は、えー、アメリカ、香港、日本など文化を楽しむことになります。えー、ちなみに、アメリカと香港はメインで楽しんで、日本の文化は裏でちょっと楽しんだ感じです。じゃあ、なので、イケメンたちのちょっとイメージも変わりますが、この時のイケメンと呼ばれたのが、チェイ・ミンスズ ささんんでチョョンンクさんそしてチェイスジョンさんなどがいます若い時の写真見たらわかると思いますが、ちょっとアメリカとか香港、日本のイメージのイケメンですよね。あ韓国がある程度お金が入ってくるから、人々が他国の文化を楽しむということで、イケメンのイメージも変わりましたね。 で、1990年後期になりますと、今回は人々が恋愛に関心を持つことになります。もちろん、韓国も昔から恋愛結婚などはありましたけれど、1900年の後半ぐらいから、えー、むしろお見合いなどがなくなって、恋愛結婚などが増えるような時期だったと思います。で、この時に韓国でイケメンという単語が出てきます。花火なんと言いますが、コンビナンと言いますけど、なので、 かなり綺麗なイケメンが登場します。その中で一人がチ、えー、ャンヒビンの兄、チャンヒジェさんの、えー、子孫ですよね。チャンドンコンさんで、ウォンビンさん、チョンウソンさん、そしてイビョンオンさんなどがこの時にイケメンと呼ばれた人たちですね。じゃあ、それで2000年に入って、 2002年、立韓ワールドカップが開催されます。これも韓国の近代歴史で大きい事件だったんですが、この2000年入ってから私は意識が発展したと思います。じゃあ、ということだと言ったら、韓国人が可能性ということに知覚をしたんです。えー、韓国にとって、やっぱり1990年代までは、日本というのは越えられない壁みたいな感じがありました。でも、 この時に日本と同じくワールドカップを開催する。えー、その裏の事情がどうかは置いといて、とにかく韓国人の中では日本と並んで自分たちがワールドカップを開催したという衝撃を受けたんです。で、さらに、この時に韓国は準決勝まで進出しますが、それによって私たちが世界に通用するのか という、そういった可能性を知覚することになり、意識が高まった時期がこの時期だったと思います。で、この時は、意識が発展するということで、人々個人個人の構成に関心を持つことになります。えー、お金もあるし、自分の意識、知意識も高まるということで、自分の構成をどうやって出すかを気にしたんですよね。で、なので、この時にいろんな化粧、つまりメイクが発展することになり、 この、オルちゃんというイケメンに興味を持つことになります。じゃあ、これは顔が最高という意味なんですが、さらに顔を気にすることになりますね。その中で一人が、ジョー・インソンさんで、ジョー・インソンさんの場合は、1990年代のイケメンから2000年の間にいる感じですよね。で、その後、完璧に綺麗な顔をしているヒョンビンさん。そして、言うまでもない、ガンドウォンさん。 そして、明らかに女性的なイメージを持っているイー・ジュンギーさん。各構成を持っている、とても顔が綺麗なイケメンたちの登場になります。 じゃあ、それで2000年後期になりますと、韓国人はウェルビング、つまり健康に関心を持つことになります。なので、ボンちゃん、つまり体が最高という意識が高まりますが、で、この時に注目されたの、デビューじゃなくて注目されたのが、コンサムさん、そしてソジソプさん、そして、 レインという歌手活動をしている方なんですね。チョン・ジフンさん。そしてデビューは早かったんですが、体ですごく注目されたのがチャン・ヒョクさんなどがいます。 2000年に入ってから、韓国はお金もある程度余裕があり、文化も楽しむようになり、そしてそこから自分の知識というのを表すことになりました。その流れで、なんと、朝鮮半島歴史の中で一番大きい事件が起きてしまいます。韓流の登場ですよね。これはかなり大きいことだと思います。 じゃあ、韓国は2010年からこの配慮によって文化発展に入ります。皆さんもご存知だと思いますが、韓国のアイドル、ドラマ、映画、そして皆さんにはよくわからないかもしれないけれども、ゲームが韓国が世界一ですよね。じゃあ、こういった面で各世界一、世界で売れるというのがだいぶ増えて、この時期は韓国人にとっては熱湯感を克服した時期だと思います。実際、 2010年あたりから反日というのもだいぶ減ってきたと思います。韓国人は劣等感を克服したと思います。で、ただ、その裏には、えー あまりにも厳しい競争社会で就職難、そして鬱の増加、で、激しい貧富格差などがありまして、自殺世界一というあまりにも良くない裏事情を持っているのも韓国だったので、で、この時期の人たちは心に関心を持つことになります。心の傷というのにすごく興味を持ち始めてですね。なので、何か癒し気が流行ることになります。この時から韓国で猫が流行ったりするんです。 男たちはどうなったんでしょう皆さんご存知ですよねソン・ジュンギさん、金スヨンさん、パク・ポゴムさん、チャ・ウヌさんなど、この時代になりますと、男らしさよりは、見ているだけで癒されるようなイケメンが流行ることになります。みんな、心の傷というのをドラマ、イケメンを通してから癒されたいということなんですよね。 じゃあ今日はここまでです。じゃあ今から2023年に入りますが、2020年代はどういったイケメンが流行るんでしょう。私は楽しみですが、皆さんは韓国ドラマ好きなので今回まとめてみました。えー、皆さん覚えてください。韓国人だからといってみんなイケメンじゃないんですよ。いずれか皆さんがそれを理解した上で私たちみたいな 被害者たちが、とうとうに私も韓国人ですと言えるような時代が来ることを心から望んでおります。願っております。祈っております。いつかは私の生徒たちが、先生、顔が全てじゃないから大丈夫かもよっていう励ましの言葉がなくなるまで私も頑張ります。<laughs> じゃあ今日はここまでです。じゃあ皆さん聞いてくれてしんちゃじんちゃんこまわよ。여러분、あん